ゴールキーパーは田川、ディフェンスは西谷、鍋田、神山、安光、ダブルボランチは河合と末木、2列目右から椎名、高橋芳樹、吉平、ワントップ薄井翔征で予想しています。ゴールキーパーはキム・ミノ、ディフェンス3枚は右から池谷、大野、杉井、ダブルボランチは古賀と高橋光平、ウイングバック右に近藤、左に田中、ワントップ浮田で2シャドウ、三田と山中で予想しています。高橋芳樹へというところまだあります。エリアのギリギリ外から中入れてきた、右へ流れていきます。安光、高橋光平、左サイド田中、田中上がってきた、中にボールが入る、ヘディングだ、浮田のヘディング、さあ前線に送って薄井翔征、池谷対応する、薄井翔征中に入れた、高橋芳樹、あーった、 PK になります。決まりました、先制はカターレ富山、前節に続いて吉平翼 PK を決めました。こぼれたところ、高橋芳樹、遠いところから打ってきた、ここそこにもらいました、下げて末木、シーナ、シュートもありますがエリアの中入れてきた、吉平翼、ファーサイド、こぼれたところ、外からのシュート、かわいいシュートで終わらせました。近藤のスローイン、シュート、もう一度サンダー、いやここはしかし鍋田クリアしました。前半はボランチの位置にいました高橋光平、古賀も高い位置まで上がってきている、忽那、開いて田中、中に入って忽那、その近藤、ワンタッチ中へ入れる、古賀バックパスから近藤、ファーサイドヘディング、中入れてくる、PK になりました。さあ笛が鳴ります。長野 PK を手に入れたんですが、浮田、これを田川が止めました。クリアします、富山、松本、コースが変わる、中に選手が入ってきた、今日はもうペナルティーエリアでのファールがPK になります。松岡が準備をしています。
決めた。松岡今シーズン初ゴールは PK。 松岡感極まっているのか。高橋よしき左足コーナーキック、主審は時計をちらっと見ました。巻いてくる、ゴールの前だ、ヘディングで前線へ、キーパーが掴む、ここで両手が上がりました。試合終了。富山今シーズン初の3連勝、6試合連続無失点はクラブ記録です。